衰えてはいないのか。その精神力、タイミングも天才的だ。もう少し近づいていたら深くダメージを受けていた。なんてことだ。誰よりも早くここに来たのがディアボロだとは。だが何としても希望だけは守らなくては。すでに射程距離に入っている。今度は逃がさない。キングクリムゾン食らえ。なんだこれは。矢がスタンド。この矢はチャリオットに何をしているのだ。これは矢をディアボロに渡さないための賭けだ。戦闘者として再起不能の俺は、矢を完全に操るパワーはすでにない。あの矢を完全に制する者がこの世を制する者となる。くらえ。数年かけて何かとてつもない矢の秘密を見つけ、時期を待ったらしいが、ポルナレフ、残念だったな。しかしこの俺のためにお前は立派に役に立ったぞ。あとは矢の謎を解くだけだ。何、貴様何者だ。いつからそこにいる。誰だお前は。なんだその首に見えるそのあざの形は。矢を返せ。貴様止まれと言ってるんだ。こっちに顔を向け。なぜ座るんだ。これはもしかしてあの矢の。ってことだ。間に合わない。この世の男はもうボスの射程の中に入っている。さっきから数回時間が飛んでいるぞ。ベネツィアの時と同じだ。ボスはどこにいるんだ。見て、あそこにブチャラティが。無事だわ。しかし負傷してるみたいだ。なんか様子が変だ。おかしい、この気分は。みんなも、なんだ、一体。眠ってしまって、すでに夜が明けてる。6、7時間ぐらい過ぎてるのか。みんなも起き出してきた。僕たちずっと眠って。これは、俺とゾルノの体が、いや、心だ、精神が。まさか眠ってる間に、眠った者同士が、二人の精神が、俺とゾルノ、ミスターとトリッシュ、お互い二人の精神が肉体を超えて入れ替わったのかよ。ブチャラティの肉体にも他の誰かが入っているはず。ならばそれは誰が。ブチャラティ、彼のことは目覚めるまで何もわからないということか。それまで目を離してはいけない。聞いてくれ、ナラン。いや、ジョルノか。誰だ、お前は。私の名はポルナレフ。このコロッセオで君たちと会う約束をしたが、ディアボロに追い詰められ約束を果たせなかった男だ。私は矢の能力のおかげでこの亀と魂を入れ替わってしまった。今、君たちに平等に起こっているこの異常な状況は私のスタンドの能力のためだ。いわゆる暴走状態になっている。なんだこの野郎は。ポルナレフだと。自分のスタンドが暴走してるですって、無責任なことを。ボスと何があったのだ。奴はどうなった。今ディアボロはどこにいるのだ。それは私にもわからない。奴のキングクリムゾンを倒すにはチャリオッツから矢を取り上げ、君たちが矢のパワーを使いこなすしか方法はない。もしあの矢の力を使えば
そのものは全ての生き物の精神を支配する力を持つことになる。再起不能の私にはそれをコントロールする力はない。そして私は待ったんだ。ディアボロの正体を探る君たちのようなものが現れるのを。矢を手に入れるというのはあんたのチャリオッツを殺すと解釈していいのかな。構わない。どっちみち矢を取り上げればチャリオッツは消滅するんだからな。それに私はすでに始末されている。それともう一つとても信じられない重要なことを伝えておく。ボスは二人組だ。トリッシュに化けてなぜかブチャラティを騙せた小僧がいる。何ですって、どういうこと。私にも見当がつかない。しかしいたのだ。あの小僧がいなければ俺もあそこまでディアボロを近づけさせなかった。よく見ろ。チャリオッツレクイエムとでも呼ぼうか。あれが矢で進化した私のチャリオッツだ。あれはまずい。矢を取ろうとしているぞ。待って、このスタンドはスティッキーフィンガーズ。 あいつはブチャラティ。ブチャラティの魂だ。ブチャラティ、その矢を制すれば全ては終わる。分かった。矢を手に入れたらいいんだな。多分これが完全暴走状態になる。レクイエムのスタンド能力。暴走したレクイエムは私の心の底を受け継いで矢を守るスタンドになっている。レクイエムはあらゆるものから矢を守るのを自動的に防御している。矢は精神を支配するパワーを持つ。これがその一端だというのか。ビビガフフフラウリアフフフラウリアフフフラウリアどうすんだよ。それじゃあ俺たち自身で奴を守ってんじゃねえか。ビビビガフフフラウリアフフラウリアフフフラウリアフフフフフラウリアブチャラティが矢を手に入れればこれで全てが終わるぜ。ディニビガフフフラウリアフフフラウリアッ。何？その矢を制すれば全ては終わる。フフフラウリアッ。ディニビガフフフラウリアッ。フフフフラウリアッ。ウリッ。俺たちのスタンドがヤツを守ってる。ウリッ。さあどうすんだよ。ディニビガウリッ。
者は